議員。はい、わかりました。連携国ですね、密接にこれはやっていただきたいなと思います。あと航空ケアについて先ほど答弁がありましたが、これは小委員会で検討する項目ということでよろしいでしょうか。あるいは小委員会に他にどのような具体的に、検討項目なり小委員会というのがありますでしょうか。健康福祉事業部長。はい、国委会もございますけれども、その他に、医療と介護の連携手帳を作成いたしましたので、その連携手帳と今は航空ケアに向けまして、2つの委員会を設けております。以上です。三番議員。はい、そういう細かい打ち合わせ、具体的な打ち合わせっていうのがやっぱりこれから必要になろうかなということ、あともう一つですね、医療に関しましては二次医療圏である関係市町村といいますと、これ松本市が大病院とも抱えて中心にとっては切っても切れない関係にあるというふうに理解いたしますが、松本市との連携っていうのはどのようにされておりますか。健康福祉事業部長。はい、新年度から、入退院の支援を始めにあたりまして、27年10月に松本医療圏の、3市5村の検討会を設けておりますので、それでこう連携を図りながらやっておりますし、あとはこう介護保険のこう改定とか総合事業の導入にあたりましても3市連携を図りながら情報提供を行いながら連携を図っております。以上でございます。三番議員。わかりました。松本市との連携、これも非常に大事な部分かと思いますので、抜かりなくということで、お願いをしたいと思います。もう一点、その医療の 現状についてでありますが、昔は療養病床といって、これはもう介護保険施設、介護保険が始まってですね、もう縮小、廃止の方向ということで、現在も進んでおるわけですが、リハビリ期だとかですね、急性期を過ぎた皆さんが引き続きどこへ行ったらいいかということは残るわけでありまして、これは全国でも非常に重要な、介護と医療の問題の中ではテーマになっているというふうに理解をしておりますが、この中心地区の塩地震が関係する地域で、地域包括ケア病棟っていう言葉、あるいはリハビリ病棟、そういった機能を持った病棟があると、それが全国的にも組織化されているというふうに聞いておりますが、これは具体的にあるわけでしょうか。健康福祉事業部長。ご質問いただきました地域ケア病棟につきましては、平成26年の診療報酬改定により創設されたもので、急性期の治療を終了し、病状が安定した患者さんを、対しましてこう在宅復帰を向けたこうリハビリを中心するものでございます。現在の市内の一つの病院に、地域包括ケア病床が4床、さらにその病院に回復期リハビリ病床が52床あるとお聞きをしております。以上です。三番議員。急性期を過ぎて特にほとんどがお年寄り、介護を必要なお年寄りが家に帰れない状況の時にどこで過ごすか、これは非常に大事な部分でありまして、これが地域内に一定程度留保されているという状況でないと安心して住めないということかと思います。これに関してもぜひそういった病床の確保、あるいは医療機関が本当にその気になってそういった部分を対応していただくと、そのための連携の要になるのが私は市町村の今回の制度のだと思います。市町村がそういった関係者のある施設、あるいは医療機関の取りまとめをしてですね、地域全体の中でそういった落とし穴がないような対策を取れというのが地域連携の大きな趣旨だというふうに思いますので、ぜひこれに関してはスタッフの充実も含め対応をお願いをしたいと、これは要望にさせていただきます。あと報酬改定の見直しでありますが、まあ、これも3年に一遍の介護と2年に一遍の医療報酬、
これが同時に6年に一遍来るわけでありまして、その時々で大きな改正事項が今までもありましたので、アンテナを高くしてですね、地域の中でこの改定がどういった意味を持つのかと、特に今回は在宅の対策っていうものが医療と介護の連携っていう言葉の中で多分出てくる、それが地域包括ケアっていう現場に降りてくるんではないかなと私はそう思っておりますので、アンテナをぜひ高くして対応をお願いをしたいと思います。次に先ほどの答弁の中でですね、介護予防総合事業に関してでありますが、新規に認定を受ける方はスムースだが、導入以前から認定を受けている方は希望されないケースが多いというこの4月以降の傾向について答弁がありました。これはどういうことでしょうか。健康福祉事業部長。総合事業の関係のものでよろしいでしょうかね。はい、今総合事業は、緩和したサービスを導入いたしましたけれども、現行相当サービスを使っている方についてはなかなか移行しないというのがありまして、その一つは、例えば通所介護デイサービスを見ますと、食事と時間が長いということがありますので、その辺で看護師サービスで移行したいという傾向はあります。ただ新たに移行される方はそういう経験はございませんので、すんなり安い単価のものに移行していくという傾向でございます。以上です。三番議員。今申し上げた部分は始めてからですね、制度を始めてから実際に利用されている方 のニーズだとか声、こういったものがそういった部分に反映しているのではないかなと思います。先ほどお礼を申し上げた、運動機機能 の教室に関しましても、いざやってみたらそういった穴が開いてたっていう、私はそうに捉えますので、もしそういう場面がありましたら、これはもう改めるに粛なし、早速ですね、対応を取るということでお願いをしたいと思います。それにつけましても、今申し上げたようなことも含めまして、この総合事業を行う現場っていうのは市役所の中では、市役所の中っていうか地域包括支援センターがそのほとんどを担うというふうに理解をしてよろしいでしょうか。健康福祉事業部長。そうです、先ほど申し上げました、その8項目の中で、そういう推進しておりますので、主に地域包括支援センターが担っております。ただし、幼稚園の認定は、介護保険係でやっておりますので、長寿化の今現在、介護保険係と、中央地域包括支援センターの、一緒に移植を受けております、介護用係の2つの係で推進をしております。以上でございます。三番議員。その実態をですね、垣間見る中で、ちょっと私は心配をしております。今、長時間の中の医師係という部分と、地域包括支援センターっていう機能、これが名前がついていますが、ほとんど職員は兼務状態だと思います。ということの中で、新しい制度、特にこの総合事業っていうの大きなですね、改定があって、現場にどんどん制度が降りてきている状況でありまして、それを今、市役所の中 の介護予防係が一手にそこを見なきゃいけないっていうことを、現実をこうやって見たりしてますと、ちょっと心配、実はなります。私の母親は今、養子縁をいただいて、デイサービス等を週に何回とかっていって、今、ケアプランを立ててですね、利用させていただいて、とてもありがたいわけでありますが、その要介護度の見直しの毎年あるわけですが、その手続きが若干、私の母親に関しては遅れた、あれがありまして、一月近くですね、想定していた日より遅れて通知がまだ来たという部分がありまして、これは実際私の話については損はなくて、ほとんどサービスを受けられた現実はあるんですが、そういった遅れっていうような対応が
私は総合事業を例えば現場で進めていくっていうのは現場の皆さんからしますと日々の業務の中ではかなり負担にこれはなっているというふうに私は理解をいたします。これらの現状については部長は把握されておりますでしょうか。健康福祉事業部長。議員申されますとおり現状でも今中央地域包括支援センターなど業務量非常に増えております。本年度今市内10地区に地域ケア推進会議を設ける方針もございますし、新年度にはさらに入退院の支援の窓口、また認知症の初期集中支援チームを作りますので、現状のちょっと職員数で賄いませんので、現在第2期の中期戦略に向けまして、必要な職員数を整えるよう今考えております。以上でございます。3番